士が出てきたと思ったらいなくなった。天使、天使、これ天使じゃないのこの子。天使、え天使びっくりした今ありがとう、たーちゃん、ありがとう、かわいいね、これめっちゃ。たーちゃん、ありがとう。タワー、しかもダブルピコン分のタワー、ありがとう。わー、待って、見てるよ、ありがとう。かわいい、ありがとう。見たよ、ごめんね、さっき。ありがとう、こんなにたくさん、ありがとう申し訳ない、嬉しい、ありがとう天使かわいい、ありがとう。しかもなんかシルバー好きだから、すごい、シルバー好きやけ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。私の携帯もシルバーだよでかくやつ、ありがとう。今回マスカットかも。え、そうなんだ、マスカット私食べたことあるか、ある、あるけど、あるけどあんまり味がわかんない。ありがとう、どういたしまして、ありがとう。天使の真似天使の真似、くまちゃん、クリオネっぽかった。そう、天使っぽくなかった本当、今お安くなってる。あれ、なんで、そうなんだ、開かない。天使くもちゃん、ありがとう。まあ、キャー、ついた。マスカットは厳しそうだけど海鮮味として、あ、そっか、海鮮なんだ、そうなんだ、ありがとう。でももうそうね、でも そっかありがとうでもね、そう、みんなもたくさん、こんなにありがとう。いや、今さ、お話し会もさ、受付中やけんさお願いってあんまり、そう、お願いとはあんまり言えないけど、でもそうね、こんばん、こんばんは、ありがとう。でもそう、でもいっぱいね、みんなが今日たくさんだから、もし達成できそうだったら、海鮮のやつできたら嬉しいねで、今年おめ、いや、なんかね、前髪今日もうやってないだけなんだ。そう、今日帽子してたから。あ、10月21日の幕張のツーショット追加したい、ありがとう、ありがとう。本当に急に言ったのにごめんなさい、急に言っちゃって。10月21日のやっぱツーショット、ちょっと一番最初なので、ちょっと満杯でできたらいいなって思ってます。そう、ツーショットたくさんポーズ考えなくて何知るそう、何しようね、ポーズ。私もう本当にまだ初心者なんよ、こうツーショットに関しては。
デコ出し好き、ありがとう。だちゃん今日さ1枚さお礼して、明日3枚分さ見せてもいい？明日か明後日か。丁寧に書きたいけん。猫耳やりましょう、もちろん全部一緒でもない。いや俺はじゃあまたあの別にもしたいけ、今日1個書いてまたじゃあ俺次見せるね。ありがとう、今日のラジオありがたい、ありがとう。私もラジオ急にあの前々から知ってたわけじゃなくて、本当になんか前日くらいまであの入るかっていうか、そのラジオがあるのか分からなくって、あんまり宣伝ができてなかった直前になっちゃったんだけどごめんね。リアルでもしか、そうだね、一番最初だから受付は一番最初に終わっちゃうかも。コメントね、コメントをそうあの急に言ったのにこうメールを送ってくださってて嬉しいなって思いながら、ありがとう。ありがとうね。こんばんは。大人っぽくなる？今日はもう賢くじゃなかったんだ。また次の機会で浴衣見に来てねそう、こんばんは、こんばんは。一日の打ち上げは鬼滅のね、そう打ち上げ待ってます、楽しみ。打ち上げ祭やったことないよね今まで。こんばんは。今日はねいろいろ見せるっていうか、ちいかわグッズが届いたのと、なんかかわいいやつをゲーセンで撮ったのと、今日じゃないんだけど戻りました、はい。あとコンビニで三色団子買ったから食べる、開封じゃないよ、買ったやつ紹介するだけ。
さ、もぐもぐ。しかもでも後ろはさ、めっちゃさ夏なんですよ私。なのに今から食べるのは三色団子。なんかね、夕方に微妙に食べてしまって、後でうどん食べようかなって思ってる。後ろいつ飽きぬ、もうちょっと待って、夏楽しもう、もうちょっと。チーカー三色団子、これ違う普通のね、三色団子買ったそうだよ、まだ暑いしね、本当に暑いよね、びっくりしちゃうもんか、暑すぎて。あとね、もうかね、千日のね配信のやつさ、まださアバターがさ、なんとなく頭でしかできてないから考え、東京すぐ雷、雷ってさ本当に怖いよね、なんか音が怖いというより、なんだろうな、光結構、あ、音も怖いか、光怖い、私なんかピカってなるの怖い、あの気をつけてね。なんか昔モーマーク、うん、モーマークのキャラではあると思う、大体。なんか私が小学生ぐらいか幼稚園ぐらいだったか忘れちゃったけど、すごい8月にすんごい雷が来たの、高知に住んでた頃。本当に怖くて、なんかママとお姉ちゃんと車ってたか、私が怖かったからひっついてたのかもしれないなすごい怖かったなって。今も怖いけど昔の方がより怖かった。こんばんこんばんは。怖いよね、雷。雷だったらひっついてもらう。で、最近どうだろう、雷おへそね、おへそね隠してた本当に信じとった、おへそ取られてるよってやつ。よよし、また他の分のタワーのお礼もさせてね。今日はたーちゃん、天使タワーありがとう、ね、いっぱい会いに来てくれてるんだけど、そろそろもうね、たーちゃんに会いたいなって思ってます。これからも会いに、これからもじゃない、ね、いつも会いに行ってくれてありがとう、また会おうね。そう、逆にいっぱい会いに来てくれてる分、こう会いたくなるのよね、すぐ。ありがとう。この間の四国もね、会えて、ありがとう。スクショ撮れました、ありがとう。マリオバージョンも、なんか上に乗っかってるみたいになっちゃってる、私が下手くそやけん。ありがとう、またお礼させてね、他の分も。ありがとう マリオね、じゃなくてもうね両方六本木にもね会いに来てくれるのすごく楽しみにしてるもんか。あ、ファン
クラブの名前になってた。あ、そうなんだ、ありがとう。よかったよかった。お疲れ様です。お疲れ様です。これから会えそうです。会いましょう。目が痛いよ。最近いつも右目のコンタクトだけ痛いんだよ。私の右目がなんかダメなのか。ゆうさん、ハートありがとう。高野さん、だるまありがとう。ハムちゃん、ハートありがとう。ダイさん、だるまありがとう。つぶつぶスラクルさん、だるまありがとう。このだるまシルバーかわいいね。一番好きかも、このだるま。ダイさん、だるまありがとう。ゼロさん、ハートありがとう。キタユさん、ハートありがとう。ヒロピーさん、だるまありがとう。シイタケさん、だるまありがとう。SSS さん、だるまありがとう。もち巾着さん、ハートありがとう。ドラガンさん、だるまありがとう。リチャードさん、ハートありがとう。ブライアンさん、だるまありがとう。ゴーワインの RC さん、だるまありがとう。マッキーさん、グッドゲームありがとう。目が痛いよ。おにぎりマークさん、だるまありがとう。さぬきじゅうさん、ありがとう。こうすけさん、だるまありがとう。しょうさん、だるまありがとう。たかんさん、だるまありがとう。コウジさん、だるまありがとう。くちゃん、だるまありがとう。たかんさん、ペンライトありがとう。あざすさん、だるまありがとう。あ、目大丈夫だよ、ありがとう、心配してくれて。どんちゃん、だるまありがとう。あざすさん、だるまありがとう。たかのさん、はたありがとう。たしさん、だるまありがとう。ひでくんさん、はたありがとう。ひでくんさん、はたありがとう。しおんさん、だるまありがとう。たかしさん、だるまありがとう。ペットさん、たこありがとう。たこのあれもゴールドじゃない、シドバーもいい。ラストアンさん、ペンライトありがとう。キリナガヒコ兄さん、ハートありがとう。ありがとう。六本木1曲目だけ、そう、1曲目はね、撮影 OK だし、そう、一曲目は何かな。お疲れ様で、お疲れ様。モーカの最近撮った100円で撮ったもの見るっていうか見てっていうあれなんですけど、えへへ、さっき乗ってくるの、へへへ。なんかあの100円で撮った、じゃあもう一個あるわ、ちょっと待って。結構ね、なんかね、ちっちゃいやつなんですけど撮れたんだよね。もう一個なかったっけ、あれある。なんかが撮ったやつはこれ。待って、立たない。可愛いでしょ、ひよこ。めっちゃ欲しかったんよ、可愛くて。それで100円で、なんかあの、なんていう、なんか2階から2階も見とくね。なんかなんて言ったらいい、あのこういうつかむ系じゃなくて、スモーリーハンタジーとかにであるこの丸いやつ、なんかうにょんうにょんって、ちょっと今言葉に表せない、ちょっと待って。小さいクレーンあるじゃん、あの押し出すみたいなやつです、ね、あれでなんか
押し出すやつでいでい。書けない。これなりがないやらわからんよ。書いたわ、分かってくれんかな。なんかさ、ここによく塗るとこがあって、これで救ってここにポイって置いて押し出すやつですよ。ちょっと農家には書けなかったです。ちょっと分かってほしい。でもこれで、あの丸いやつよ、アメちゃんとか救って、こう、うん、こうやってあって、こう手でこうやって押し出して、ポトンって、手じゃないね、こういう、こうやって前に出るやつで、こう押し出して、押し出してポトンって落ちるやつ、あれですね。あ、そう、チロールチョコとか、ちっちゃいチョコのやつとか、ゲーセンの、そう、それですね。コインとか、そうそうそう、台が動いて、そう、落とすやつで100円で取ったんだけど、それが100円で全種類取れたんだよね。本当はこの子だけでよかったんやけど、この子が欲しくて取ったんだけど、この子もついてきて、そう、ついてきて、で、これも取れたんですよ。なんかプニプニしとるやつ、ひよこ、これ見て、かわいいタコ、あれ、ほら、プニプニしてんの。あいたチョコとか倒れて、そうそうそう、倒したことないけどね、もうあれ、親子、ちょっとそう、親子みたいだよね、一発で。まあいっぱいね、結構取れるよっていうやつではあるんだけど、取りやすいよみたいなやつなんですけど、こうお母さんみたいな感じで、ちょっとお母さん、子供、なんかおまんじゅう食べれそう、これ、食べちゃう。あ、これひよこだよ。そっか、全部ひよこやって親子じゃない。ニワトリやわ、お母さん、お姉、兄弟、姉妹、そう、かわいいよね。なんか圧を感じる。お話し会、おすすめだよ、おすすめぴよ。ピオリンみたい、こっちがピオリンっぽいかな。やると、これなんだろう、なんかね、軽いんだよね。でもなんかフェルトではないけど、かわいいでしょ。これが私が最近撮った、今日じゃないんだけど、やつで、で今日届いたのはまんじゅう。え、私、見えるよね、食べれそうだよね。そう、チャレンジ成功。この子だけプニプニで、私がちいかわで届いたのは、朝から、朝のタコちゃん、朝の11時から起きて、起きてっていうか、そんな早くないんだけど、起きて、あの売り切れる前に買ったちいかわの、じゃん、あ、モモンガ
っとねまだ出せてないし、ちょっと出すのもったいなくてこのままなんですけど、なんか昨日届いてたらしいよお家に。でももう昨日何時ぐらいにお家帰ったかな、何時ぐらいだったかな、12時半とか12時前ぐらいだったんですけど、それでもう寝ててすぐ寝てて、しかもママが届いたこと教えてくれてなくて、で朝あのラジオに行く前に気づいたんよ。あれ届いてるじゃんって言って、届いとるよって言われて、えなんで言ってくれんかったんって言ったら、見たらわかるやんって言われて、でもう時間なかったから今開けました、今っていうか配信するの前に開けました。完売に、そうこれ完売になるんよ。何のモンガちゃん、これはヘルトのモンガちゃん、ヘルトのモンガちゃん、ちょっとこの子と比べたらもう本当にね、あのね、この子と比べたら本当にモンガ低クオリティすぎるでもあれも可愛いよね。この子はマジカルチーカワっていうなんか魔法戦士みたいな感じのやつなんですけど、コンセプトが超マジカルチーカワで、もモモンガはあの魔法使いの方じゃなくて悪役の方なんですよ。悪魔なんです。だからでもハイクオリティ本当だから、そうモンガちゃんはそう戦う方じゃなくてもう悪役の悪魔ですね。かわいい、うん、悪役なの、悪いやつになった。あともう一個あるんだ、私の二押し。こっちは天使です。いきます、じゃん、カブト。悪いやつもちゃん、もっか悪くないよ。なんかこの子は後ろなんかあるからあれだけど、天使の羽が、これもちいかわなんじゃけど、なんじゃけど なんだけど、いい子いこうもちゃん、わかんない、悪魔かもしれんよ。トンク出勤、トンクね、そうすんごい出てくる子じゃないんだけど、すごい好きで、もんがいちっちゃい、そうちっちゃい子も来ました、届きました。なんか届いたらめっちゃでかくて、このももんがちゃんがびっくりした。もっとちっちゃい系のこれくらいのサイズだと勝手に思ってたんですけど、結構でかいよね。ああうん、でかいね。これは持ち運ぶの、でもなんかこれを入れる用のやつもあるから、あの普段はあんまり持ち歩かないかもしれないんだけど、コーチにあの桃がじゃなくて、あの8割をしてく押してるあの小学校からのお友達がいて、その子と会えた時はこの子を持って行って推し活しようと思ってる普段はお家に飾っとくけど汚れちゃうから、けどその子と会う時は持って行きたいなってパフェにあの横に飾るみたいな、横にいるようにみんながさ私のアクリルスタンドを横に並べてくれてるみたいに、この子を横に並べる推し活。そうなんかその子はこうメンバーにもちいかわ、メンバーもちいかわみんな好きよ多分。
けど多分推し活してる子はもしかしたらいないかもしれないから、その子はめっちゃ推し活自分よりしてる子で、もうめっちゃ集めてる子なんよ、ちいかわグッズを。私よりも全然持ってるみたいな子だから、その子と会ったらちいかつしてるんだけど、そう、そうなんよ。その子とはこうアニメが好きっていう共通点から仲良くなった子で、しかもずっと仲良かったわけじゃなくて、小学校の5年生までその子と喋ったことなくて、小学校6年生で私が話しかけて仲良くなった子だから、一緒に学校でいた期間って1年しかなかったんだけど、今でも仲良ち。なんて話か、なんかね、この間も言ったか忘れちゃったけど、なんかその絵描いてて、お互い、私も下手くそなりに絵を上手くなりたかった時期があったからそうあったので、そう描いてたんだけど、あとそのキャラ好きなのって聞いた気がします。なんかね、ハニーワークスが好きで、今も好きだし小学校の時めっちゃ好きで、それの共通だった気がする。でずっと一緒に歌って、今でもこの間も会えたんですけど、ずっとその曲とかを一緒に歌って、懐かしいねって言って、で今もちいかわ好きだから、すごい趣味がそう似てて、っていう感じ。すごい面白い子ですね。ノリがいい感じの子。お絵かきってパソコン、ううん、普通に書いてた、学校で書いてたから。中学校は私があの別のところ行くことになって、それでその子に話したんですよ。当時私別の中学校行くんだって言ったら、そうでも泣いてくれるぐらいこう寂しがってくれて、でも中学校になってからも遊んでて、今も遊んでるっていう。最近より仲良くなったかも、もっと。そう、趣味一緒やと、そうそう、喋りやすいよね。いっぱい内容があるよね、喋る内容が。いいお友達、そう、めっちゃ優しいお友達。一緒に学校にいた期間は1年っていうか、一緒にいたのは1年だっけ。ずっとクラス違うかった。5年間もクラス替えがあって、1回も一緒のクラスじゃないの、すごくない？逆に親友とかね、うん、本当にずっと前から知ってるって感じ、お互いは。でもなんかその子はあの美容学生だから、常に髪、会うたびに髪の色が違う何クラス ?3 クラス、でもそんなに多いわけじゃないよ。3クラスあったのに1回も一緒のクラスに、6年生以外は一緒のクラスじゃなかったんですよ。お互いあんまり知らなかったっていうか、アイリちゃんそう、アイリちゃんも髪色変わるからね。そうだね、練習自由でチークコラボ、だよね、欲しい。マッチの髪、確かにオオカの髪とかもね、そう、アイリちゃん、アイリちゃん買って、でも今黒になったよね。今何色だろういろんな髪してるはず。
人はお月見もあるよ。ピンクに系になった。ピンクでも可愛いと思うよ。でも可愛いと思うけど、私多分この皮膚があんま強くなくてブリーチができないっていうか、もうブリーチはしたくないので今のところ。なので多分ピンクにはなってないと思います。痛くなっちゃう。いや、やったことないんですよ。もう一回人生で一回も染めたことないし、黒染めもしたくない、したくないじゃない、したことないから。もともとが黒すぎて黒染めも必要がないんですよ。だから一回も染めたことないけど、多分そんな皮膚が強くないと思うから、多分なんかいろんな髪をできるタイプじゃないと思うので、そうか、大体もう黒か茶色ぐらいしかこれからもしないと思う。多分だけど、モカさんも普通の大学だったらいろんな色になってたのかしら。いやでもなんか大学生ってさ、お金ないじゃん。だからさ、なんかこう髪のヘア代ってすごいお金かかっちゃうからさ、カラーのあんまりやってないと思う。なんか変えたらいっぱいお金かかっちゃうから、それだったらなんかナチュラルな色にしとこうみたいな子だと思う。髪とってもきれい、ありがとう。そうでももともとね、もともとね髪がそんなにサラサラじゃなかったんですけど、頑張ったんですよこの期間、このアイドルになってから。だからそれでいろんなこう自分に合うシャンプーとかを見つけて頑張ったからここまで。そうだからブリーチしたら傷んじゃうかなと思って。そう、だからね、そう茶色ぐらいしかしないと思う。黒髪大事にしてほしい。私はでも黒髪も好きだし、なんか他のいろんなカラーをしてる子も両方にいい良さがあるなって思ってます。もっちゃんにプレゼントとか送れる？うん、送れるよ。でもなんか電気系とかはダメなんだけど、食べ物とか栗毛色、そう栗毛色はいつかやってみたいなって。化粧品もそうなの、化粧品もダメみたい。あとね、そう1万円までって決まってるよ。そうヘアケア商品たくさん増えます。いいの、ありがとう。喜ぶ。もも肌敏感。そうもも肌敏感だからね、マツパもできないんだ。気持ちと届けるな。お手紙嬉しいよ。喜ぶ、お手紙くれたら。リップとかありがとう。いつもさ、たまに本当あんまりないんだけど、めっちゃたまに1万円とかを過ぎてしまったりして、こう過ぎちゃったらもらえないから、本当に本当に悲しくて、もう申し訳ないって。そうなる。私を送りて、お送られてくるの。来る。もらえなかったやつは分かんないけど、とか。そうだから、そう
なんか悲しくなっちゃうから、返品わかんない、どこ保管されるのかなわかんないんですけど、税込みって、税込み何円かあるよね多分、1000円くらいまで税込みが、あ、送り返される、あ、そうなんだ、そろそろ随意な考えなきゃ、ありがとう、みんな無理せんでいいからね本当に、ありがとうね本当に税込み1枚です、ありがとう教えてくれて、そう、もうせっかくさ送ってくれたのにさ、こう過ぎちゃっててもらえなかったって時にさ、すごくすごくさ、えーんってなるからさ、お互いに送られてきたことはね私たちも知るんやけど、そうそうそう、来たこと教えてもらえるし、受け取りたいってすごいみんな思ってると思う。ポケセンの近く行ってか送るようにパックかな、考えたかったけど時間なかった、そうかそうか、ありがとう、嬉しいよ、ブーツ、え、ブーツダメなん、なんかでもなんかこれぐらいのブーツだったらいただいたことあるけど、なんかもうそうすごい詳しいわけじゃないんだけど、細かいね、細かいよね結構、とみんな無理せずでいいからありがとうね、スタッフさんはネットでしか値段調べないから1万1000円以下で買ったか分かるように領収書入れてる、お頭いい、それは頭いい、そうなんかそうスタッフさんはこうなんか値段を調べてて、そうだからこうレシートとかがあったらそうね調べなくても絶対大丈夫やけんっていうのあるし、なんかなんだっけ 30% オフとかになっとるやつとかってあるじゃん、でも1万超えとるみたいなやつあるじゃん、あれはなんかこう割引で買いましたっていうのをちゃんと送れば大丈夫だと思うんだけど、それはちょっと怖いかもねそういうのただそれを多分レシートとかなしで 30% オフとかで買ったものとかやったらダメってなっちゃうことがあるかもしれないです。ブーツもね、そう前ね、そうお高いブーツ、そう高いブーツ、そう1万円過ぎちゃってていただけなかったことある、おもちゃん用手紙とスタッフさん用メッセージ分けて、え、いいね、証明できれば、うん多分そうなんじゃないかな、僕もあんまり詳しくないんだけど、とみんなの気持ちがね嬉しいので手作りのものも届くと思いますよ。片足ずつ送る、どうなんだろう、なんかこう小分けにしたら送れるとかも、もうかも本当にね全然詳しくないんだけど、ねえちょっと難しいよね。もち片足ずつありで、わかんないダメかも自作の歌はダメ、自作の歌ダメなん、いいじゃん、ロマンティックなのに
だから自作の歌をプレゼントするってすごいね、逆に食べます、いただきます。で、実はこのよもぎさんがあるんですけど、ちょっともう一回よもぎさん食べれるかわからないのでママにあげたいと思います。食べれるとは思うけど、いただきます。え、ここやもりおいしい？そうだよね、絶対おいしいと思う、食べたら。はめ込んでいただいて。あ、ダメなの？欲しいのに。ダメなの、厳しいんだね、やっぱ。やもりさんが一番好き？ももちゃんじゃなくて？おじさん美味しいのか、食べてみるか。うまい。食べるぐらいダメって言われた。余裕ができたらリアルとオンライン撮ります。ありがとう、待ってるよ。こんばん。おもりさん食べるか、多分絶対食べれるよね、多分もう食べるか。お菓子ときそうな。うん、うん、よもぎさんを感じる。あんこ入りだよ。うん、セブンイレブンにあったよこれ。うんふん、うんうん、よもり何味？わかんないけど、昔よもりってなんかあのなんか怪我した時にいいみたいな言ってたじゃないですか。いや言ってた、言ってないな。あの言われてるじゃん、言われてるかわかんないけど、まあ小学校の時のももはそれを誰かから聞いたんですよ。そう、え、アロエ的な、そうアロエ的な、え、ヨモギって違うの？え、ヨモギってその効果ない、ないんですかね。なんか勝手にあるってちっちゃい頃思ってて、漢方薬の原料に、あ、そうなんだ。あ、ヨモギの歯を、歯を汁とかで傷口を洗う。え、そうでも、もうそういう感じに聞いてて、傷口になんか傷口をがあった、まあ怪我した時によもりをこうやってすりつぶしてペタって貼ってた。効果あったんかなあれ。そう、なんかあるあるなんかな、もうかはすごい。え、いや、その方法は多分全然合ってないんですよ。ちゃんとなんか方法があると思うけど、あのヨモリがなんかそういう効果があるっていうのは知ってたんだけど。やけどや切り傷、あ、そう、燃やすと無臭気、そうなんだ。でもね、いっぱい生えてたんですよヨモリが、もう近くに。そう、
そう、今もあるかもしれんけど、まあ小学校の時は特にね見つけてたね。だからうん、でもすりつぶして貼っても多分意味ないと思います。食用って印象が、うん、なかった。なんかもう野麦イコール傷口にいいものみたいな。ね、アロエも言うよね。そう、でもあんまりアロエってさ、そこら辺には生えてなかったからさ、それはやったことなかったんですけど、そう。うん、何味かな。うんうん。白いやつと、これでもなんかカスタードみたいな味するかも。気のせいかな。うん、書いてない。お芋かな。うん、そうだ、ミントはちょっと苦手かも。パクチーはちょっとしか食べたことない。アロエスこれ、食べたのそのまま。八つ橋のミキも、うん、ダメだった。いや、めっちゃ嫌いなものある子みたいになっちゃってる。そんなことないよ。美味しかった。ごちそうさまでした。そう、ミント。でも歯磨き粉が苦手で、昔は。今は全然大丈夫なんですけど、子供の時歯磨き粉が苦手だった。いちごの歯磨き粉、それが聞いてほしいの。私あのさ、もうなんか、なんだっけ、あの歯医者さんとかでさ、子供の時さ、あのミントじゃなくていちごとかの味とかぶどうとかの味の歯磨き粉を使ってくれるんですけど、逆にミント以上にそっちの方がなぜか苦手で、いちごっていう果物は好きなんだけど、歯磨き粉にするとすごく苦手だったのよ。なんかすごいその時に一番嫌だった。なんかダメなんだよね。ミントの方がいけたんだよね、全然。なんか食べ物じゃないけど甘いのがなぜか嫌で、こうフッ素とかもなんか歯に塗って、それでうがいをしちゃダメですよみたいな言われて、でもそれがもうめっちゃいちご味みたいな感じで、そう、いちごは好きなんよ、けどいちごのそのフッ素は苦手で、もうね、ずっとうがいしたいって言ってたんだけどダメって言われちゃうから、もうってなってた、ずっと。今でもねちょっと苦手ですね。そのミントの方がいい。子供用の甘い液体の飲み薬、なんかアンパンマンみたいなやつですか。なんかアンパンマンのさ、なんか薬局に売ってるアンパンマンの風邪薬のなんか飲むやつ、わかるかな、こんな色の、これよりもうちょっと濃い色の、あれ美味しかった。あれはでも美味し好きだったんだよね、昔。なんか歯磨き粉系が苦手だったの、とにかく。いちご味っていちごの味、そう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 、
シロップみたいなやつ、あれめっちゃ好きだったほうか。あれ好き、今でもちょっと買いたいもん。うん、あれ美味しいよ、めっちゃ。あれ苦手？今はね、ずっと何年も飲んでないから今好きかは分かんないかも。けど昔は好きだった、風邪ひいた時とかにあの薬飲むの好きだった。あ、ちょっと甘めよね。苦いのはそんなにね、苦いのは何も言ってなかった気がする。お薬系はね昔から飲んでた気がします。ちゃんと苦いやつも嫌とかは言ったことないはず。あ、胃薬はでもどうしても苦手。あの粉はあれだけはもう錠剤じゃないと嫌です。でもちゃんと昔から飲んでた粉薬とかは苦くても飲んでた。青汁とか全然飲めるよ。だからね、結構青汁とか、あのなんだっけな、罰ゲームに青汁使われるじゃん。でももうか、青汁お母さんにちっちゃい頃から飲みなさいって言われてめっちゃ飲んでたら、なんかだいぶ平気になっちゃって、それで青汁は結構得意だと思う。センブリ茶はね、なんか飲んだことないんだ多分。そう、あと酸っぱい系も大丈夫かな、罰になる。いや、なんかね、高知県のやつやったか分からんけど、すごいこうすりつぶした野菜が入ってるなんかやつが、なんかサラサラじゃなくてつぶつぶしたのが入ってる青汁があって、あれがすごく苦手で、めっちゃ水とかで飲んで、水と一緒に飲んだりしてたんですけど、あの、多分サラサラなね青汁がいつもメンバーには出されてるから、サラサラな青汁は全然いけるよ。もうかグビッとね。いや、こんちはちょっと、ちょっとそっちにはね、そっちはちょっと逃げる。全力で逃げる。果肉入りのジュース、そう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 、そういう感じ。まあ、でも好きとかだよね。やだ、虫はやだ。あの、虫、多分もう虫食べたら10日間ぐらい配信できない。レバー食べれんよ。苦手。ショックが強すぎて3日間は寝込んじゃう。多いよね、ホルモン系はね。いっぱいは食べないかな、1個とか2個は好きだけど、3個目ぐらいからもう食べないかな。お肉も好きだよ。砂肝、食べたことない気がする、多分。でもなんかもうか、なんだっけ、魚系は結構いろんなもの食べれるんですよ。あんまり苦手なものが全くないわけじゃないけど、でもお肉だったらなんか砂肝とか骨
ホルモンとかはあんまり食べないですね。お肉は本当に牛タンかステーキか普通のカルビとかロースとかそういう感じぐらい。あんまりそんなにね。新潟でのどぐろ、え、ね、食べれたらいいけど。ユッケもね食べれる、チキンも食べれるよ。焼き鳥おいしいよね。お腹すいちゃうねこの時間に。ステーキってどの、え、どこかわかんない、なんだろう、その何を食べてるんだろう、わかんないけど食べてみたらおいしい。あ、そうなんだ。なんかあんまり食べる機会が結構さ、あのね、なんだろう、お父さんがそんなにホルモンとかを食べてないですよ、多分。だからこうもらう機会がないから、そう、食べる機会がないよ。なんか親戚の人がさ食べとったりしてもらうみたいな感じがなくて、そう、だからね、そう、食わず嫌いっていうよりは本当に食べる機会がないって感じ。食卓に、そう、並ばないの。パパもママもお酒ほぼ飲まないので、あの、そう、おつまみ系あんまりご飯に出ないんだてかほぼ出ないんだ待って、ね、そう、食卓にさ並ばないの。枝豆、枝豆はでも、なんか枝豆好きよ普通に。なんて言って、なんか枝豆をおつまみと思って食べてないの。もう枝豆は野菜と思って食べてる鶏皮は好き。お七のパパセンとなった？確か僕もホルモン食べない家族だったから、友達に教えてもらったの。え、そうだよね。そう、そうかもな、食べる機会が。ホルモンはでも、あのさ、スーパーにさ油用に持って行っていいよっていうあれあるじゃないですか。お肉買った時に油敷く用に、あの1個だけ、あの白いやつ無料で取ってっていいよっていうあれをこうやって油を出した後に1個だけパクって食べるのは好き牛脂、牛脂あれでもホルモンじゃないのか。あれ食べちゃダメな、あれ食べちゃダメな、油っぽくない。いや、でも1個だけ、2個目はいらない、1個だけ食べたいんですよ食べちゃダメな、食べちゃってたわ、たまに1個しかいらん。もう野菜食べなさい。え、もう野菜好きだよ、ピーマンとか玉ねぎとか。あ、食べてもいいと思うけど油が、そうだよね。でも2個目はちょっとね、もうNo、 1個しかって感じ。もうかでも、ステーキの脂身残してる人いたら絶対ほら、え、わかるあの白い部分ね、あんま好きじゃないって人いるよね。
お腹減ってきた？ごめんね、モーカ今からうどん食べるんだうどん食べちゃうんだよね、モーカ。へへへ。だってお腹空いたんだもん。マカラうどんだってね、夕方しか食べてないの。だから今日夜ご飯食べてないんだ。でも中途半端な時間に食べちゃってお腹空いてなくて今の時間になっちゃったんだけど、みんなも食べなよ。大丈夫よ、一回ぐらい。うん、そう、ラジオの後に食べたんよ。だから中途半端な時間になっちゃって、なんか夕方に食べちゃってしまって、食べちゃって23日に。炭水化物とか言わないんよ、そんな現実なこと言っちゃダメよ。美味しければゼロカロリー。ポテチ食べてんのいいね。あ、もう11時14分なんだ。じゃあもうかそろそろ読みますな。一緒に食べましょう。一緒に食べます。もうかの分けてあげないよ、もうか全部食べるから。うどんは白いのでゼロカロリー。そうだよ、ゼロカロリー、ゼロカロリー。具材はなんかお肉のうどんだよ、お肉うどん。ひとかけらあ、高知の柚子胡椒入れよう。ありがとう、言ってくれて。そうだそうだ、私はこの間買った高知の柚子胡椒をうどんに入れて食べたいと思います。まあみんな今から食べるものがあればモーカがゼロカロリーにしといてあげるから食べていいよ。アイスとかもゼロカロリーにしとく今から。うん、そう、そんな魔法がある今から食べる人はね、気にせずいっぱい食べてね最強桃川最強当たったら桃川のせいされる。頑張る、じゃあ魔法頑張るね。当たった今ブドウアイスの、あ、ブドウアイス食べちゃったか。それはもう、がもう5000カロリーくらいあるかもしれない。うん。でもももちゃんに送る。そうせももちゃんに送る。え、ももちゃんに送られるの？カロリーが？やばい、それはみんなが今から食べた分のカロリーがモーカに今全部来たらもう、それはダメだな。でもまあモーカにも来なくてみんなのもゼロリーにできるような魔法が今から覚えとくね。じゃあカロリーを摂取しないといけないかな、もっちゃんのわけで。じゃあもうももがいっぱい送ってもかは今はなんだろう、今を保つを問うとしてる。でもそうダイエットはしてないけど太らないようにはしするみたいな、維持する、現状維持、今現状維持してるもんか。今がベスト。いやもんか今測ってないんだよね自分の体重。
なんか顔見て合間ぐらいでいいかなみたいな。そう。顔がプニってねしてきたら、あちょっとダメかもしれんって、あちょっと我慢っていうかちょっと気をつけようみたいな。そんな感じです。高野さん、だるまありがとう。大さん、だるまありがとう、うん、昨日の自分を食う。それはもういっぱい食べちゃうじゃん。隣に来ているって聞く人さん、コバありがとう。むーちゃん、ハートありがとう。ホイステカップさん、タコありがとう。マッコイさん、だるまありがとう。テリーピーさん、だるまありがとう。チャリオさん、だるまありがとう。ハマージーさん、だるまありがとう。ルナーボーさん、だるまありがとう。プさん、だるまありがとう。ケアリーナさん、ハートありがとう。体調維持、体調維持じゃない、体調維持もしなきゃいけないけど、体型維持、体型維持。あのね、なんかあんまりお顔がね、こうぷくってしないように気をつけてる。むくまないようにも。伏線。人生で太ったことなんてないでしょ。でもなんか確かすごい、なんだろう、でもお顔に出やすい体質なのかわかんないけど、なんかこう太ってなかったとしても顔がむくんじゃった日はちょっとぷくって顔がしてるから、それは気をつけ、なんかちっちゃい雲が降りてきた上からびっくりした、なんかタラーンって。そう、うん、ゴキちゃんじゃない、ちっちゃい雲ちゃんだ。あれは雲飼って、雲飼ってない、もうめっちゃちっちゃいの、こんな雲よ。雲は家にいても逃がすか見逃すか。雲は悪さしないからさ。キャーってな、うん、子も、いや、こんなに大きいのがいたらさすがに無理だけど、これぐらいのちっちゃい子もは全然なんか、でも絶対お家に入ってくるよね、子もってちっちゃい。クマは降りてく、クマは降りてく。そう。でも家にこんなのが出たことは今んとこないですね、今まで生きてきてて。クモの巣が面白いよね、アニメ。あ、自転車にクモの巣ある。なんかこれぐらいのクモは家にいるけど、これぐらいのクモはまだ見たことない。クマじゃない、もうクマいたらもう恐怖だよ、泣いちゃう。ダッシュで逃げる、もうダッシュ。タランチュラで、そう、タランチュラから大きいのはまだ見たことない。たまに学校にいたけど、こんなでかいの、え、いるくない？高知にいた時さ、学校にさ、これくらいのさ、クモいたよ。なんか足長いっていうか、毒とかはないけど、え、いた。やっぱ、でもあれかな、やっぱ自然豊かな県っていうか高知ってだからかな。わかんないけどいましたね。足高くも、あ、それかも、それがいたよ。だから逃げてた、いたらもうサササッって恐怖だよね。あの、でもさすがに家にいたことはないね、ちっちゃいのしか。
そうだね、そろそろ読もうね。ありがとう、教えてくれて時間。タランチュラいたらもうやばいよ、汗汗だよ。どうもりにしかいなくていいよ。どうもりだったらタランチュラ高級だからね。マリちゃん、だるまありがとう。まぼろしさん、ありがとう。あられさん、だるまありがとう。たくのあくさん、だるまありがとう。高級な、そう、どうもりなら、オッケー。うどん食べるね。ありがとう。読むよ。10歳のミミさん、ありがとう。12のエイトさん、ありがとう。11のフェ、おにぎりマークの猫ちゃんさん、ありがとう。10のレッドさん、ありがとう。キーのドラガンさん、ありがとう。大好き、かわいいおもちゃの予約に負けちゃいそう。ゼロカロリーにしとくよ。食べてもいいよ。悪魔かもしれん、もかは。8位の世界一かわいいもかが大大大大大好きすぎて、めっちゃ痛い。秒、会おうよ。会いに来て、また。ありがとう。7位の高木さん、ありがとう。やっぱり一日一回見ないとダメだ、大好き。ありがとう。そう、昨日ね、お話できんかったから、ありがとうね。6位のジェタンさん、ありがとう。ありがとう。5位のデンデンさん、ありがとう。4位のコーチさん、ありがとう。お話し会のために10キロしたので、今からは食べます。すごすぎる。頑張った、本当に。すごいよ、楽しみにしとくね、会えるの。3位の福ちゃん、ありがとう。おでこかーい。お話し会とツーショット楽しみですね。え、ツーショット本当に初めてだから、あとお話もめっちゃ久しぶりやからね、しばらくなくて。楽しみにしてるよ。2位のお疲れさん、ありがとう。初めての話し会参加します、待ってます。楽しみです、話せるのが。楽しみにしてるね。1位のたんちゃん、ありがとう。六本木楽しみ、またね。ありがとう。早く会えるの楽しみにしてる。もうちょっとだね、でも。ありがとう、楽しかった。私もだよ、ありがとう。どこにも行くよ。おー、待ってるよ。ありがとうございました。なんかうどん食べてくるね。ありがとうございました。またね、おやすみ。